さて今回はソプラノでネックを変えると低音がという動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回はソプラノサックスの質問いただきましたのでお答えしたいと思います。なんですけれども、ちょっとね、前にいただいた質問でして、実はこの方、今回のですね質問いただいた内容をご自身で解消されてました。ちょっとね、返事が遅くなってしまって大変申し訳ありません。ですけれども、僕からちょっと付け加えるというか、補足的にこういうことも試していただけたらいいんじゃないかということで、遅ればせながら提案させていただきます。ソプラノサックスやってる方見てるかもしれないですし、そういう方にも何か参考になれば幸いです。ソプラノのね、低音、今回ねネックをデタッチャブルの方だと思いますが、カーブドとかストレートネック、まあ、僕のこの現在のネックはストレートでこう一体型ですけど、ここからですね切り離してちょっとこうカーブしているカーブドのネックと、このストレートタイプと付け替えることができるタイプというのが今多いですね。柳沢とかセルマとかもそうですかね。間違ってすいませんけれども。そんな感じで、そういう風なことにあたっての不具合っていうのを質問されたということですね。で、僕自身もですね、確か中学生か高校生の時にアンサンブルで部活にあったヤマハのカスタムでデタッチャブルタイプのネックのソプラノアンサンブルで吹いてました。ので、なんとなくこの方が言ってることはわかるかなと思います。その辺でお答えできたらと思います。ということで、ソプラノサックスやってる方とか、サックスのことがもっと知りたいとか、低音でちょっと苦手意識あるという方はぜひ最後までご覧ください。それでは内容いきたいと思います。まずね、最初質問の方を読んで追加のコメントの方を読みます。いつも勉強させていただいてます。ネックがストレート、カーブドの取り替えできるタイプのソプラノカッターばかりなのです。カーブドのネックでは全音域ほぼ問題ないのですが、ストレートのネックを使用した時、ファーより下の音程でブルブルと震えるようなウルフトーンになり、まともな音になりません。アンブシャーを試行錯誤しましたが同じです。何か原因で推定できるものはないでしょうか、という質問ですね。それでその後ですね、コメントをいただきまして、カーブドネックと同様のアンブシャーの角度と喉を開き気味に吹くとウルフトーン的現象が解消しました。他のソプラノ動画も参考になりました。ありがとうございました、ということですね。はい、どうもありがとうございます。こちらにね、ちょっと質問内容と解消した内容を整理して書いてます。Q というところで、まずデタッチャブルのネックを使っているということで、カーブドで吹いてるときは問題ないけど、ストレートで吹いてるときは問題ありということですね。で、どのような問題かというと、低いファーから下の音がウルフが出るってことですね。ウルフトーンというのはウルフと狼のウルフです。うーってうなりますね。そういう風なこう狼の声っぽい音が出るとウルフって言うんですね。まあ、こんな感じの音ですかね。多分そんな感じですけど、とにかくちゃんとした音が出ないってことですね。これよくあります。ウルフってよく出ます、サックスね。ですが、その後ね、解消したと。で、どうやって解消したかって言ったら、うまくいってるカーブドと同じように吹いたってことですね。どのような点を同じように吹いたかって言ったら、アンブシャーの角度、加える角度ですね。多分、アンブシャーの角度と喉を開き気味にしたってことですね。これですね、アンブシャーの角度っていうのは、正直ね、サックスやってる人、アルトテナーとかやってる人がソプラノ持ったらですね、まず角度に違和感があります。で、アルトテナーの感覚で加えるとですね、結構楽器を上げないといけないって勘違いする人多いと思います。こうやってしっかり上げないと、要するにこうアルトサックスの角度とかテナーサックスの角度にならないと思うんですけど、これはね、ちょっとしたコツがあって、ちょっと下向くんですよ。ちょっと下向けばそんなに上げなくても普通に吹けます。で、こんな下向くわけじゃないんでね、ケニーギャルとか僕が習ってたトキさんとかも真下向いて吹いてましたけど、まあ、それは明らかにその腕が楽ってことですね。そんなね、真下向いて吹く必要はないけど、まあ、ちょい上げぐらいで吹いたいんじゃないですかね。まあ、コルトレーンみたいにね、こうやってブワーってもうまっすぐ構えるような、盛り上がった時にガーってやる人もいますし、いろいろいるんですけど、まあ、楽に持つ一つのコツは、角度を、顔の角度をちょっと下向きにすればアムシャは楽になるし、あと右手とかね、そういうのも楽になります。で、あと喉を開き気味にしたっていうのは、これは喉に力入らないようにってことでしょうね、ということなんですが、これにね、ちょっと補足というか、まあ、これで十分いい対応されてると思うんですけどね。これで治らないっていう人もいるかもしれないんで、その辺を一応ちょっとすいません、打足ながら追加させていただきます。で、 A というところで追加文で書いてます。で、一応4つぐらいね、上げました。まず1が加え加減、2がお腹しっかり、で、3が少しずつ下へ、
4が音程ってことですね。じゃあそれぞれ見ていきますけども、まず加え加減、これ浅めが基本になります。で、浅めっていうのがすごいソプラノにとって大事です。なぜかというと、ソプラノサックスのマウスピースね、非常に小さいです。小さいので、ちょっと口が深くなる、ね、あとは浅すぎるとかね、ちょっと動くだけで影響が大きいんですね。アルトとかテナーに比べてね。だから気をつけるんですけど、で、どう気をつけるかって言ったら、多くの人は最初深く加えすぎます。アルトも多いんですけど、深めになる人が多いんで、ちょっと浅くする。で、その時のポイントは、人差し指ね、右手人差し指、まあ縦に合わせて。まあこれ僕よく動画で言ってますけど、縦に合わせて、その加えると。ではまあちょうどいいぐらいの位置に来るんじゃないかなと思います。まあこれもあくまでも目安ですからね。はい、絶対的なポジションじゃないですのでお気をつけください。次が2ですね。お腹しっかり、これは喉に力が入ってしまう多くの人はお腹が休んじゃってます。で、お腹と喉っていうのはこうシーソーゲームみたいになってます。喉に力入っちゃう人はお腹が休んでる、お腹に力ちゃんと入れれてる人は喉がリラックスしてる、力が入ってない状態。これですね、喉とお腹と両方力入れて吹くっていうのは人間はちょっとできないです。息が出ないです。試してもらっていいです。喉に力入れて、お腹に力入れたら声出てるでしょこんな感じで息が出ないということになるので、どっちかを使ってるってことが、まあ、ほとんどかなと思います。指導しててもそういうことが多々あります。なのでお腹をしっかり使う、どう使うかって下っ腹を突き出して吹くってことなんですけど、演奏中ですね。そうすると喉がリラックスします。こういうふうにね、まあ、上から下まで、しっかりした、こう、土台ができるって感じですね。ただ、そうなんですが、口はね、しっかり締めるようにしてくださいね。これね、よくあるんですけど、喉をね、リラックスするためにお腹使ったら、口が緩むってあるんですよ。このね、三すくみというか、こう、三つどもいっていうか、そういうのがね、よく起きるんですね。何かをやると何かが悪くなるみたいな。だから、まあ、要するに、ほんじゃどうしたらいいかって言ったら、お腹をしっかり使って口をしっかり締めて吹くです。これがもう低音の攻略法の最も大事な部分。あとはさっき言った浅めで加える、さっきの解消されたアンブジャの角度とかね、そういうのも大事になりますね。次3番ですね。少しずつ下へってことですね。これは一音一音焦らず丁寧に吹いてくださいってことです。まあ、要するにファーの音がまず出にくいんだったら、ソーから吹きます。これです。出やすい層からファーに降りてみて、音が出るか、まず入念に確認して、ファーが出るかどうかも練習していきます。で、その上で、ほんじゃ次1音下がります。だからファーからミーですね。で、これが慣れたら、まあ、ミーということ。最初、ファー、ミー、ファー、ミーって吹いてね。要するに、領土を拡大していくようなノリです。だから、ファーが出る音なんですから、その一個下が出るかを確認して、ってか、吹いて練習していって出せるようにしていって、領土拡大みたいにね。じゃあ、領土拡大ができたら次、ミーだけで吹いてみる。で、ミーが出たら次は、まあ、ミーレーって言ってもいいし、まあ、半音刻みで、ミーからミーフラット一定とかね。そんな感じで、こう、徐々に徐々に、下の C フラットまでが綺麗に出るようにしていきます。で、最終、まあ、こんな感じで、低い C フラットで、綺麗に音が出せるようにします。っていうのは、とにかく焦らず丁寧にやってください。この辺ね、なかなか時間かけてやる価値があるとこなので、とにかく丁寧にやってください。焦ってやったら、もうぐちゃぐちゃになりますからね。お気をつけください。次、最後、4番ですね。音程。これ、チューナーを活用って書いてますけど、音程をですね、しっかり取る練習すると、吹き方って定まってきます。で、結果、吹き方が良くなって、音も出やすくなるっていうのがあるので、まあ、ソプラノなんで、まず真ん中のね、コンサート B フラットでチューニングしてから、ドシラソファミレドの音をそれぞれこう、チューニングしてみましょう。それで、ピッチがずれてたら、最初チューニングでね、ここ抜き刺して合わせた後なんで、今度吹き方で音程を取っていくみたいな練習すると、口の締め具合とか音程が合ってる状態の吹き加減っていうのがだんだん分かってきますので、そういうのも継続して音出しの時とかにやるといいと思います。ということでお送りしてきましたけれども、これが何らか皆さんの参考になれば幸いです。ということで最後ね、下書いてますけど、なども合わせてやってみてくださいってことなんで、今回ね、この方、質問者の方が解消されたアンブジャの角度と喉の開き具合ですね、もちろんこれ有効な方法です。
。で、今日追加で言った1から4までの方法も合わせてやってみてください。で、喉を開くってことはお腹を使うっていうことにも直結してるんですけど、別の言い方をするとお腹をしっかり使っていくことで喉も開きやすくなるっていうね、そういう関係もあるかなと思います。これが皆さんの参考になれば幸いです。こんな感じですね。サックスに関することであれば何でもコメント欄の方に質問していただきますと随時こんな風に動画とかテキストで返信していきます。あと背終わりのマウスピース相談とかですね、楽器の選定相談、チャンネルメンバーシップとかいろいろやっておりますので、ご興味ある方はぜひ下の概要欄から内容の方をチェックよろしくお願いします。